ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。メンバーはこれ、主人公ゼシカ、ゲルダ、モリーで、装備をグリンガムに変えてきました。今回は女性二人に焦点を当てて戦いたいと思います。逃げ切れた。しかも、技を固定する、双竜打ちの意。で、主人公とモリーで、ひたすら、補助に徹して、倒したいと思います。で、最初の竜人王だけはサクッと攻めていきたいと思います。よくぞ来た。主人公が最初封印されちゃうんだよね。で、タンバリン持たせてきたのは主人公なんで、最初しかタンバリン打てないんだけど、あー、間違えたー。バッチリ頑張れになっちゃってんな。しびれ打ち、お、かわすか。422。まあ、それでもそんなに、時間かかんないでしょ。あれ、今主人公封じられてなくない？お、封じられてない。ラッキー。そういうパターンもあるんですね。双竜打ち。双竜打ち。モリーエール。こんな感じで戦いたいと思います。ゲルダ、ジェシカは早いんだよな。ゲルダだったらまだ、はーい。モリーエール。ヒットポイント2000くらいでしょ。竜神王さんで多分。聖剣好き。割とゴリゴリ攻めても大丈夫でしょう。タンバリン、双竜打ち、双竜打ち、モリーエールで。はい、オッケー。まあ、ここはね、サクッと終わらして。さあ、本番行きましょう。今度は何の竜だ？黄金。ああ、なるほどね。そうだよね。白銀ときたら、黄金ですわな。でも、金に見えないのは俺だけか。逆に金ってこういう色なのかな、実は。さあ、じゃあ行きますか。主人公、あ、ごめんごめん。これにしないとダメだね。ダメージはそんな食らってないから、そのまま行きましょう。タンバリン。溜めまーす。モリエールでーす。どっちかな？攻撃力高いのはジェシカかな。20。モリエール。50。20。おぉ、いきなりテンション溜めてきた。不気味な閃光。魔力に弱くなるんだよね。そうだよね。かわせるパターンもあるのか。タンバリン行きます。ここは総理打ち、打ちます。ゲルダはね、ゲルダは、打ちます。うん、打っちゃいます。20ですけど打っちゃいます。で、モリーエールで、多分ね、ジェシカ、ゲルダ動いて、主人公モリーの順なんで、動くとすれば。ジェシカですね、もう一回ね。十分。お、これはうまい。ゲルダ50で総流打ち打ってたのはうまい。いいっすね、いいダメージですね。モリーエール。ジェシカが50に上がる。強い。20まで貯めてくる。50まで貯めてくる。これはまずいんじゃないか？これまずいよな。タンバリン。まあでもしょうがない。受けるしかないもんね。クイーンウィップじゃない。総流打ち。総流打ち。あ？じゃあ、ゲルダ貯めるんだ。で、モリエール。ゲルダ。1118。タンバリン。モリエール。100までいけ。50か。不気味な閃光。おぉ、テンション100の。かっけえ。かっけえけど、これ死ぬんじゃないか。大丈夫かな。タンバリン。双竜打ち。双竜打ち。モリエール。これで倒せれば、あーダメか。やばいんじゃないか、これ。うーわ、これは死んだな、多分。うわ、強っ !1083。
ジェシカ今50だよね。貯めます。貯めます。モリエール。ヒットポイント高いな。もう5000食らわせたよね。モリエール。100まで貯まった。よし。これはうまい。このゲルダさんが耐えきれば多分勝つと思う。勝てると思う。あ、オッケーオッケー。テンション貯めてくれんの助かる。耐える。オッケー。攻めます。総流地。総流地。モリエール。ジェシカ。倒してくれ。よーし、危ねえ。テンション100の攻撃とかそりゃ耐えられないわな。強かったー。見事だ。さすがは我が龍神族を救った者たちよ。約束通り褒美を取らせよう。本当にそれでよいの？はい。はい、わかった。これで望みは叶えられた。さらなる試練を望むならば、ひとたび龍神族の里へ戻り、再びここへ来るがよい。その時には私もさらなる力を解放してお前たちの前に立ちはだかるであろう。さて、では龍神族の里まで送ってやろう。